さあ、今回のディープロックギャラクティックサバイバーは最強のダメージを目指しまして、ね、育成しました。こちら狙撃手と M1000 のこの2つの兼ね合いでとんでもないダメージを出そうじゃないかと。 M1000 はですね、弾を集約することで火力を死ぬほど上げることができるんですけど、それに加えてこの10ステージどんどん上げていって、で、リロードを早くしてなんとか一発撃ったら終わりになるんで、そこを追求しつつやっていこうと。なので、なんか連射系の武器を合わせたいかな。 M1000 自体はすごく撃つの遅くなると思うんで、ダメージ一発1万ベース1万みたいな。早く武器が欲しいとこですけども、さあ何取るかですね。シナジーで言ったらボルトシャーク、ズーコフかな。うわ、いいね、出ましたね、素晴らしいよ。いけんじゃん、いけんじゃん、開けちゃう開けちゃう。お、ちょっと欲しいですけど、まあここは真ん中かな。必ずしもいいのが出るわけじゃないですからね。まあ最初は経験値かな。クリティカル率で 100% 超えいけば超高いダメージの倍の倍みたいにいけると思うんで、全体のダメージ上げていきましょう。全体のリロード上げていきましょう。全体のダメージ、ナイトラ、これが最後か。あれはまだ取れないね、マグネット。割と順調じゃない。リロードも一発ね、 50% 出ましたし、お、硬いやつ2体か。相手としてはいいですね。火力はまだ出てないから、こっからって感じで、取れるまま取っていかないと。お、クリティカルダメージ。もう取ったかな。あ、いますね。マグネット遠くなっちゃったんで向かいますか。武器ちょうだい、ちょっと武器全然上がってないんだけど、ちょっと狙っていこうか。どうしようかな。ショットガンか。いや、これ欲しいな。よし、取ろう。さすがに M 線上げたいですね。
あげたいんですがと。リロード取りました。連射がいらないと思うんだよね。お前の連射入れていいか。全体ダメージ、ダメージはとにかく上がるように。まあカービン、カービンでしょう。よし、これで一気に上げていくか。いや、最終進化の時に弾一発で主役するんで、武器は使いづらくなっちゃうわけですからね。全体リロードいいね。あ、こっちの方がいいか。中量ですね。中量3個あるんで効いてきますよと。これの貫通4か。いや、欲しいけどね。ちょっと More options. I'm having an epic vision. I'll take it. さあ、ちょっと出ないですね。ランダム取ってなくてよかった。5レベルか。でもダメージは現在477と、まあ、アーティファクトとも合わせて使おうと思うんで、まあまあまあ。ダメージ上げる人はね、クリティカルの時に下がると思うんで、そう、総合の火力に期待かなって感じで。いや、強いわ、普通に強いですね。さっきの感じにね、全然倒せるので早めに取っちゃってと。さあ、ダメージダメージ。レベルアップでしょう。曲げる、いやー、連射ってあれいるんかな。いらないと思うんだよな。ちょっと違うかな。まあ、全体連射ならありますけど、まあ、ちょっと取るか。でマガジン数増やすっていうのが意味あんのかわかんないんですけど、まあ、20% ちょっとつけちゃおうかな。でリロードちょっと戻して。これマガジン数が増えてます。これ最終的に一発になっちゃうんですけど、ちょっとこれは物は試しんだね。マガジンを一発にするからに強くするってことなんで、マガジンが多ければその分上がるんじゃないかなっていう可能性がね、 1% くらいあるんで、多分変わんないと思うんですけど、シンプルダメージリロードは嬉しいね。そこだけでいけば。ライトラ的に、あ、お金があるか、そもそも。リロード、まあ、待ってね。 0.69 なんだよな。 0.69 いらなくない？いらない、いらない。あれがメインなら取るけどね。それでもメインではないので。
マグネットでない読みで経験値が集めないとな。あ、やめろ、これ、いや、これ単独いきます。ちょっとレベルを上げないと。ダメージでしょう。さあ火力においては全く問題なし。じゃあ回してダメージないです。1000や2000じゃ足りないですからね。一発に込めますよ、重いよ、熱い炎をね、一発に込めて敵を倒していこう。Well done, Miner. We knew we could trust you to go it alone. Stage 2 completed. お、連射か。連射じゃなければなって感じなんですけど、これスルーかなー。お、獲得しようか。火炎、いや、ダメージリロードでいいや。いや、ここでやると、ステータス効果ダメージが選択肢に出るんで、邪魔かなっていうところで。What else we got? You don't see these every day. ちょっと欲しい。これ出るかな。氷ってステータス効果ダメじゃないと思うんですけど、出るんですかね。ちょっと、これなんか出ればロック処方みたいな。リローダーちなみに 1.07。 まあいいか、ロックするだけタダですから。さあ、スタートからいい感じに掘るやつも出たんで、パラメーターはそうですね、いい感じですね。ちょい体力欲しいかなくらいの感じですけど、でこういうのも一応取っといて経験値回収ですよ。連射ね、まあ取るか、一応ね、一応一発武器に連射意味ないんですよね、一発なんで。あんまり取らないようにしますけど、まあ他の武器には影響があるから取りつつ。くらえくらえ。抜けるか、右抜けたかったんですけど、先にやることやっとこう。幸運かな、将来を見据えてね。まだ3面ですから。レッドシュガー HP アップでしょ、ここは手堅く。将来性見せてですね。強い、これか、まあ、クリティカルダメージかな、全体ダメージ。
キノコ実はまだ集めきれてないんですね。そしてもうこれあと1個か。ナイトラあと1箇所あるな。この経験値ぜひとも取っていかないとと、さすがに全体かな、全体というか中量級のリロードかな。獲得しちゃうか。おいおいおい、回収めっちゃ近くなったね。もうちょいですよ。来てます来てます。いや来てましょう、クラッシュくれ。これで一応ロッカーがありますから。これ確実体力ちょっとずつ上げていって、まあ取るか。いいの来てますね。あ、連射か。ダメージ1000。お、いいですね。上げましょう。連射か。連射かなのよ。また取っちゃうか。30% 欲しいけど、欲しいけどですね、高いかな。ナイトラめっちゃ余りますよね。まあ、一応ロックしとくか。Load up and get going, Miner. We have quotas to fulfill. Only danger in darkness. もう4早いっすね。まあ取れるか分かんないからね。さあ全体の火力上げながらですけど、だいぶ強くなってまして、これで一発が死ぬほど上がります。18になるときにちょっと見ときたいですね。いいね、運ゲーのね追加もだいぶ効いてるんじゃないですか。うまいんじゃない。ナイス。いえまあお金っしょ。掘ったらないとなか。長い目で見たらこっから掘ったらないとの方がいいかもしれない。単発お金40ね。取れないな。取れなくない。よし。
満タンの時だったら、あの取れないんだろうな、食らっても。ナイトラが分からんな。持ち込んでますから今回。あとのダメージ上がらないと思うんで、1140ね。もうお金ダメージいっちゃおうかな。お金掘ったらお金とか、あれでやってみるのもいいよね。右上に相当経験値あるんじゃないかな。マグネットくれ、もう無理無理無理。あるっちゃうか、ちょっと行こう。取って掘って早く。終わっちゃ終わっちゃう。Get it wrapped up, miner. The longer you stay, the harder it gets. Quota satisfied. The drop pod is arriving. Get moving. It won't hang around. OK、行きました。こちらで発射するすべてのプロジェクタルを一発の超密度弾にまとめ、オハダメージアップと15931ダメージ、リロード 1.71、 リロード早めます。さっき1くらいでしたけどね。1万ダメージ、ベース1万、これクリティカルでもいいんですよ。6万ダメージで、キャラクターとしてスカウトの真ん中のやつってダメージ食らう、回避するとリロード改善されるんですよ。リロード連射、どっちだっけ、両方だっけな。それでなんとかできないかなとも思ったんですが、まあまあ、いや連射はいらないんだよね別に、一発だもんね。1万5000ダメージ、ダメージ連射。いやーこれ高いんだよな。他のちょっと振るかあまりにもないですから。全体リロードか、こういうのは入れよう。あれ欲しいね、クーポン欲しいですね。あそこボスか、そういえばボスだったね。裏打ちの6万ダメージを。まずちょっとリロードです、リロード 50% をまだまだ引きたいね。安定的な火力が減りましたからね。やっぱ死んでいくな。僕ざっくりでもか、掘れるとか掘って、ナイトラ出ないですね。あと1個、
武器としては全体的にもう何でもいいんで、とにかく M1000 の火力とリロードだけ改善できればなと。さあ何が出るかな。クリティカル来い。おお、王貫通かな。50、いや50ならいいか。経験値かな。まだね、掘ったらナイトラとかそういうのは、掘ってしない、ナイトラの漬物とかは全然後でいいので。リロードを確実に確実に確実に良くしていって、暇があれば掘りましょう。ケベンチ、ついんすか。行っただけでご苦労。あいつらが並んでるとこぶち抜きたいね。並んでるんじゃない。おお、怖っ。助かった、これで今。止まって、今一瞬。すべてが止まって、言葉も、操作も。お前、無理無理。死んでろぞ。はい。これ欲しいけど拾えないな。ああ、アビー。食らいすぎましたね。ああ、あんちゃんあんちゃん。しっかりロック上げてと。いや、まだまだ足りないですね。10万ダメージ、いや100万ダメージいきたいな。1万8000か。いや、お金使いすぎなんだよ。1万7000ね。はい、ね、1万7000でリロード 1.39。 あんま変わらんのリロード。もう一回。あ、クリティカルちょっと欲しいですね。他もちょっと取るか。お金使えば火力下がっていくんで、どうしようかな。お金ため入る。ダメージだけで考えたらお金もやった方がいいんですけど。5ゴールドで1ダメージ。これ変わってないのかな、本当に。なんか、もうちょい上がってそうな気もするんですけど。ここでちょっと50個で 10% なんで、相当微力なはずなんで、体感で。お金30でダメージ 10% とか買えるならそっちの方が割はいいので、基本的にお金貯めていく一方ってのはないと思うんですよね。
サイルから着実に上がっていきます。あ、クリティカルダメージもよかったな、今ちょっとしくじりましたね。この端のやつ欲しいな。あ、お前らちょうどいいわ。マグネットないともいいじゃねえ、とんの至るとこに経験散ってるんだけど。ここ6面目からは、ちょっと待ってね、終わっちゃう、これ終わっちゃうな。経験値どころじゃないな。いけばいいので、あと1体か。あ、死んだ。おいおいおい。これ諦めよう。無理すぎる。やはり先取らないといけないですね。いや、何も取れてないこれ今回。いや、まず1個分ないのはちょっと痛いですね。まあ、欲しいのはクリティカルとナイトランスだからなんとかなると思いますけど、クリティカルはちなみに43か。取りたいけど、取りますけど。40で 15%。まあ一応上なわけだよね。泣いたらクリティカルでちょっと、まずいな。すぐ取ろう。落下のやつ。とにかく気持ち時間早いですよね。体感だと思うんですけど、普通に進んでてもうね、あとあれか、強いんで敵が死んじゃうからあんまないんですよね。その降ってきてというか出てきてからの意味がなさすぎるかな。火力は半端ないんですけど、落ちてくるタイミングでもう時期ですから。シャリすぐ取ろう。一回でもちょっと痛いですからね。ここにいいの引ければクリティカル関係欲しい。来た。あ、ダメージも良かったですけどね。ちょっと取れれば、何かしらもダメージ関係を取りたいなと。でクリティカルこれでね、114% と大アップなんで、回収範囲かな。ちょっとでも取れないと。いや、もうって感じだね、本当に。おいおい、ちょっと撃つな。撃つのを止めろ。もう、おい、やめろ、射程に入るな、こっちの。そう、雑魚め。ああ、くそ。まずい、強すぎる。まだそんなになのに、気分的には。
HP 失いダメージ取りたいな。欲しいものが多すぎますね。あのこれ取らない。やべっつね。困ってます。21000ダメージ。ああいいっすね。23000ダメージ、22000ダメージ、23000ダメージ。でこれ下がっていくと思うんですけど、ナイトラ使えない、そんなに。やべ、ナイトラの漬物無理だな。余りすぎてるよ、ナイトラが。移動39じゃ無理っすね。じゃあクリティカルパワーとか、まあナイトラ使ってもいいや、回すのに。クリティカルの方先取って、ここでクリティカルダメージと率さらに上げて、でどうするんですか、教えてほしいですね。その敵がもうバシャって消えるの。M1000 の直線と思われるとかも消えていきます、敵が。もう見て、今の右のやつたまたまそこにいただけなのに。よし、あとアーティファクトかな、大きくね変えてくれるのはそこだけかな。敵いないんですけど、あのリロード変わんないよね。 1.34 じゃない、ずっと。申し訳ないけど、ちょもう一回取って 1.34 じゃなかった。もっと 1.34 ならもうやめよう取るの。さ、詐欺詐欺、今リロード上げてくれる詐欺にあってます。勧誘です、勧誘。右、その辺打ってくんない、ちょっと。やばい、エリートで出てきた。弱いってお前ら、ちょっと回します。あ、割引いいっすね。あ、でも90カートちょっと苦しいかな。これきつくない、でもいける。ちょっと最後に、いや、ちょっと無駄にナイトラ使っちゃいましたけど、だとしても無理なんで、あ、これ 1.34 ですよね。あ、変わってます。申し訳ない、変わってました。急いでマグネット取って戻ろう。これはこの移動速度でもいいですからね。なんともないんかい。しかしね、いた。ナイトの漬物取るかな、最後かな。やっぱでも引き寄せてドゥンですからね。6230はどうですか。 5% ルールいって、まあ、上がるは上がるのか。そうですね、まあじゃあ取りますか。25000ダメージ。よし、79、まあ100個と見積もっ
で今57あるんでいけます。大体漬物いけますと。オプションで武器ごとのダメージ表記出してほしいな。いらないよ M1000 以外に。今10万ダメージか。きついな、ちょっと。10万はきついわ。あれか。すごい。お、振ります。はい、行きましょう。6万1000ダメージになりましたね。ってことはですよ、どうなるんですか。あの掘ったらライトが出るんでちょっと困ってます。足ありますね、ちょっとでも。まあ、増えていくナイトラに対して4パーでは何も起こらないんですけど。何ダメですか今。20万ダメージくらいか。ちょっと厳しいですね。20万ダメージはちょっと足りないかなと。100万ダメージっていったんで、あと5倍いやー、弱いよ、ちょっと。雑魚が迷惑かけてます、今。もっと耐えてくれないと。連射2ロー、2ローだね。ちょっとまだ弱いな。次、最後でか。次最後か。そうだね。じゃあもういいんじゃないかな。あ、でもさすがにちょっとナイトラきついか使わないと。ちょっと使おうかな。いや、まあ取れますからね。あ、74でいいでしょう。で拾いましょう、なんとか。お金もダメージに今回換算されてて、でクリティカルにも関係あるんで、ナイトラはちょっとほどほどにしましたね。1個ちょっと余分だったかな。まあ思いつつ、まあ足マイナス230でもいいかなとちょっと思ったんですけど、微妙なラリーでしたね。難しかった。ダメージはやっぱ最後みたいですから。でナイトラ使ってますと多分もうできないかな、対策に。どうだろう。あとダメージ関係ではクリティカルがありますね。体力はもうしょうもないんで、上げなくていいや。掘らないと。掘ったらナイトラ2個実装すればよかったね。ちょっと豪快ですね。やり一撃じゃないんだもん、弱いって。もうドゥンパシューンで終わってほしい。ちょっと遅い、あれでも。卵割れたらもう死んでるみたいな。え、出てきたのみたいな、そんな感じにしたいんで。ちょっと足りなかったですね。お、待って、ちょっと意図してない、それ。ちょっとクソ38万ダメージぐらいでした。そうだね、38万6000みたいな。へい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 。
一つだけ桁がおかしいもの。38万の男、38万6000、ダメージは8万でしたね。クリティカルは1個超えてるんで、もしかしたらその14パーでもう1個上分があったかもしれない。でクリティカルに沿ってたらもっとあったかもしれないと。もう1個クリティカル、もう1個でクリティカルのアーティファクト付きでやってたら多分7、80万いったんじゃないかな。クリティカル最大限発動の前提ですけどね。ディープス5万か。ダメージ1億1235万ダメージでしたね。1億1000万ダメージか。いや、もっと狙えそうです。他の武器ちょっと強すぎたかな。安全のためにつけてった感あるんですけど。まあ、シナジーもちょっといってましたね。まあ、通告ここちょっと中量とかで。まあ、軽量2個いってないから、シナジー的には中量か、物理かなとかで。基本シナジーに M 線がかかってたんで、その点で何やっても強くなるみたいな感じでしたね。いや、強いけどな、もっとぶっ壊れに行きたかったですね。38万ダメージか。途中からナイトランつけもらえた方が総合上がるよね。途中も早めに最後の方につけちゃったんですけど、まず38万ダメージっていう実績ね。いやー、もっとピークで言えばね、やっぱアーティファクトレベルダメージとクリティカルダメージと、あとナイトランつけものクリティカル、これ4個集めてたらでも相当大変か。それで最終的に最強のね M 線が出来上がる。まあボス一撃もできそうでしたね。ツインズほぼ2、3発で死んでたんじゃないかな。回復する隙もなかったね。